今回で76回目となる関東高知県人大懇親会が今月8日東京で開かれ、金メダリスト桜井つぐみ選手ら豪華ゲストの登場もあり盛り上がりました。首都圏在住の県関係者らで作る関東高知県人会の懇親会にはおよそ420人が参加しました。一般の参加者だけではなく、元プロ野球選手の江本武則さんや俳優の和田正人さんら高知にゆかりのある著名人も登場。会場を最も沸かせたのはパリ五輪レスリング金メダリスト桜井つぐみ選手でした。会場には若い参加者も。こんなに来るんだとは思いました。もっと少ないのかなと思ってましたけど、皆さんすごい盛り上がって人数も多くて、なんか高知県人でご縁がすごいなと思いました。高知にしばらく帰れないので、こういったところじゃないで高知の料理っていうのは食べられないので、それはすごい僕としても懐かしい味っていうのも感じてますし、非常に美味しいなっていうふうに感じてます。よさこい鳴子踊りや県産マグロの解体が披露されるなど、会場は高知一色に染まりました。来てもらえると思わなかったので、いや本当にね、嬉しいです。100人力でございますよ、県人会の大懇親会の。こういった会があることもあまり知らなかったので、すごい皆さん温かくて、で高知の方がたくさんいて、すごく自分をしてくれてる方や応援してくれてる方がたくさんいて、ありがたいなというふうに思います。高知県っていうのは温かい方が多いなっていうふうに思います。ぜひ若い人たちにどんどん参加していただいて、この10年、20年先の自分の人生にとって非常に役立つね、人脈作りをしていただきたいなというふうに思ってます。豪華ゲストが参加し、例年以上のにぎわいを見せた関東高知県人大懇親会。参加者はカツオのたたきや田舎寿司など高知の味を楽しみながら、東京の地で絆を深めていました。